はい、どうもこんにちは。私は草刈り歴30年ぐらいになります。専業農家です。それでこういうね、草刈り機、刈り払い機で草を刈ったりしてるんですけど、最近10年間だけでも10人ぐらいの人にこの草刈りを教えてます。従業員とかね、に教えてます。老若男女いろんな人に教えてますけど、で、みんなね、初心者やりがちな失敗、これ大体共通してんですよ。それを今日はね、10個ぐらい、本当は100個ぐらいあるかもしれないですけど、10個ぐらいにまとめて、説明してみたいと思います。草には伸びてるとこ、伸びてないとこあります。で、ここ伸びてますよね。で、まあいろんな理由があるんですけど、草が伸びてる場合はそこは長い間草を刈ってない可能性があるんですよ。で、初心者の場合それ危険なんですけどね、この伸びてるとこに限って刃を深い角度で入れていくんですよ。本来はこう浅く、手前から手前から浅く刈ればいいんですけど、こういう草がいっぱい生えてるところのように限って思いっきり深く、先に進んで深く草を刈ろうとするんですよ。でもこれね、非常に危険なんです。っていうのは、これ長い間草を刈ってないっていうことは、この中に何があるか分かんないんですよ。あの切り株とかね、そういうものがあるかもしれないんです。だから正しくは、このいっぱい生えてるところに差し掛かった時ほど、手前から手前から、まあいつもそうなんですけど、特にこういうところは手前から手前から少しずつ刈り進めて、この中の様子が見えるようになってきますからね。中の様子が徐々に徐々に見えてきて、安全が確認できる範囲で少しずつ前に進んでいくと。この初心者は草がいっぱい生えてるところで張り切って前に進みすぎる傾向がありますので、草がいっぱい生えてるところこそ慎重に手前から少しずつ刈り進めてください。フェンスの近くをやる場合、初心者この向きでやりがちなんです。でもこの向きでキックバックが起きたり、あるいはキックバックが起きなくてもここ引っ掛けてしまう率高いんですよ。で、これ引っかかったら大変なことになります。絡みついたり、またここで新たなキックバックが起きたり、大変なことになります。だから正しくはこのフェンスに正対してこうやるわけです。これなら届かないわけですよね。で、さっきと同じ、徐々に徐々に近づいていけばこのフェンスの形も見えると。初心者に限ってやはりいきなりフェンスの近くをやろうとする。だけど離れたとこから徐々に少しずつ近づいていけばいいわけです。次に、初心者の場合、これ燃料が空っぽになるまでやる傾向があるんですよ。ガス欠になるまで頑張ってやる人が多いです。でもね、これ、間違いです。ガス欠までエンジンを動かしてしまうと次の始動が難しくなるんですよ。だからガス欠までやらない、ガス欠する前に自分のタイミングで止めると。で、この機械の場合はこのタイマーがついてます。回転計とかね、タイマーがついてます。初心者の人、むやみに回転を上げがちです。でもそれ何の意味もありません。ちなみにこれは、この機械ね、これちょっと改造してありますけど、まあ一般的なホームセンターで売ってる普通の機械です。とても性能がいい機械です。これプロユーザーも十分使える機械です。で、この機械の場合 25.4cc ですけど、最大出力は8000回転で出るようになってます。で、問題はその8000回転のとこ使う意味ないんですよ。まずね、チップ層っていうのは非常に切れ味がいいんです。だからそんなにね、回転を上げても危ないだけなんですよ。で、まあ6000回転ぐらいを使えばいいわけです。6000回転とか5000回転とかね、その状況に応じて5、6000回転を使えば十分。どうしてかって言えば、エンジン出力特性図っていうのがあるんですけど、これは刈り払い機の場合発表されてるのはほとんどないんですが、例えばこういうグラフですね。グラフ、こうエンジン回転が、まあアイドリング3000
回転から8000回転、これ1万1000回転、1万1400回転ぐらいまで回りますけど、こう上っていくわけですね。回転がこう上がっていくわけです。それで回転が上がっていくと同時に馬力も上がっていくと。で8000回転ぐらいがピークで、それを超えると下がっていくんです。問題は馬力は必要ないんですよ。十分有り余っちゃってるわけです。8000回転使ったらね、8000回転の、馬力を使って有り余っちゃうんです。この馬力っていうのはトルクかける回転数で求められるんです。だから実際はこれね、数字、発表されてないんですけど、例えば、8000回転で最大出力が出るとすれば、6、7000回転にトルクのピークが来てるはずなんですよ。トルクのピークは6、7000回転。だからトルクっていうのは回転力ですね。これは調べてください。力です。馬力っていうのは仕事量、まあ、スピードも関係してくるわけです。だけどこのね、刈原駅の場合、十分なスピードは得られてるわけですよ。あのチップ層の場合ね。だから6000回転ぐらいで十分なんです。しかも最大トルクに割と近いところにいるわけですよ。だから十分なんです。あとむやみに回転を上げることで体も疲れちゃうんですよね。だからむやみに回転を上げない、これね、でもけど初心者に限って、むやみに回転を上げます。なんかね、回転上げた方がいっぱい仕事してるように見えますけど、それ仕事してるのはこの機械が仕事してるんであって、草刈り進みませんから、体が疲れちゃうだけなんで、とにかく、回転は上げすぎない。燃料です。燃料をね、初心者の人、日向に置いちゃうんですよ。で日陰に置いてください。これでこれはね、これね、こういうやつですけど、これね、もうすでに圧力がかかってます。ガソリンが蒸発して圧力がかかって、で次これガソリン入れるときね、噴出するんですよ。だからあのエア抜きをしてやるんですけどね、エア抜きをして入れます。で、まあこのエア抜きも初心者は忘れがちですね。エア抜きをしてから必ずね、冷えてる時でも、あの晴れてる日でも、曇ってる日でも必ずエア抜きをする。エア抜きをしてからこれね、シューって、エア抜きをしてからガソリンを入れると。でこれ一度この日向に置いてしまうと、こう入れ、エア抜きをしてこう持ってくる間に逆さまにしただけで、もう中の圧力が上がって、ガソリンが噴出しちゃうんですよ。でこれ非常に危険なので、これ絶対に、あのこれ今ちょっと日向へ出てますけどね、この日陰に置くと、なんか日陰、木陰とかね、そういうところがなければ、なんかで、なんかの形で日陰を作ってあげると。これまあ初心者じゃなくても結構日向にガソリンを置いてる人いますけど、あのこのガソリンにも良くないですし、環境にも良くないし、とにかくガソリンは日向に置いては絶対ダメです。これ、特にね、初心者のうちにこの日向に置かないっていう習慣をつけてください。次にあのこれちょっと順序が前後しますけど、あのこの機種ですよね、まあ、あの自分で選んで買うと思いますけど、これホームセンターで買ったものですけど、ホームセンターのものは良くないと思ってる人もいます、初心者にね。でもホームセンターにも非常に性能がいいものがあります。むしろこの排気量が小さくて、チップ層でね、あとまあこれ他の動画見てもらえば分かるんですけど、非常にいい製品があります。で、プロ用の専門店で買ったプロ用のが
必ずしもいいわけじゃないんです。あまりね、これこのチップソーの刈り払い機の場合は排気量が大きいとかいう意味はないんですよ。だから割とね、専門店よりもホームセンターの方が機種的には選べる機種が多いと思います。で、値段ももちろん安いし、性能が悪いかって言ったらそんなこともないんです。これね、だからホームセンターの刈り払い機をなめてはいけないということですね。あとこの草が重いとき、草が伸びてって、負担が大きいとき、初心者ほどこれを振り回す傾向があります。刈り払い機を振り回す傾向がありますけど、これはね、危ないだけですね。正しくはこう思わず重い草に入ってしまった場合、後ろに下がればいいんですよ。すり足でね、すり足で後ろへ下がると、それでもう一回手前からやり直すと。この枯れないからといって向きになってこの先へ先へ進もうとしたり大きく振ったりしないと、うまくいかなかったら、草が重かったら後ろへ下がる、ね、これがなかなか初心者ができないことです。あと あれですね、初心者がやりがちな失敗、このチップソーの刃を古いのをいつまでも使い続けると、これね、だん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 切れ味が落ちてくるから、切れ味が落ちるとどうしてもこのシャフトを振り回す傾向なんですよ。だから危ないんです。これはまあ500円ぐらいのものでも、1枚500円ぐらいのものでも切れ味がいいものも出てますので、そういうのを探して早めに付け替えると。で、新品のうちはね、大抵のチップソーは新品のうちは切れ味いいんですよ。で、そうするとこの振り回す力もあんまり振り回さなくなりますね。体も疲れないです。回転上げる必要もなくなりますし、安全性も上がります。だからこの古いチップソーをいつまで使わないで、最初は安いやつでいいと思うっていうか、僕は未だに安いものを使ってるんですけど、安いものをこまめに取り替えると。だけど初心者に限っていつまでも古いのを使うと危ないですからね。最後はチップ飛んできますから、だから早めに取り替えると。はい、あとこれね、これ説明のためにこの飛散防止カバーっていうのを外してありますけど、通常は飛散防止カバーをつけた方が安全だと思います。で、飛散防止カバーつけてやるんですけど、草が絡まっていくんですよ。で、絡まったらすぐエンジンを止めて草を取ってください。初心者に限ってアクセルをもっと開けるんですよ。重くなってきますからね。草が絡まってくると、ちょっと絡まった時点では運転できるんですよ、回るんですよ、刃がね。だけどその時に重いからといってアクセルを開けます、初心者はね。それは機械を傷めてしまいます。危ないしね、機械を傷めてしまいます。もう草が絡まってきたら、もうどん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 加速的に草が入ってきますので、諦めて止めてください。それでエンジンを止めて草を取ると。はい、まだあると思うんですよ。ただ思いつくままね、ちょっと始まっちゃったんで、撮影始まっちゃったんで今回これで終わりますけど、あとね、一番ね、大きな初心者の失敗あるんですよ。それはね、このチャンネルを見てね、チャンネル登録しないまま他に移ってしまう人ですね。それが一番大きい間違いです。正しくはこのチャンネルをチャンネル登録して、それで今後もね、刈り払い機の正しい使い方、安全な使い方見てください。はい、以上です。